どうも皆さんこんにちは、ハセシンです。ということでね、今回はニュークタウンのドミネーションやっていきたいと思います。使っていく武器なんですけども、完璧にね、僕の相方と化したサブマシンガンのクーダパイセンを使ってやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。でね、今回のプレイスタイルの内容としましては、できる限り味方に旗を取りやすい環境を提供するということでね、僕がね、前線推しの役目をね、ちょっとやってやろうかなということで、前線推しというものはこういうことなんやぞということをね、ちょっと見せていけたらいいなと思ってやっていこうと思うんですけども、今回は投げていく。ヒットあり、いますね、いますね、カットしていく。そして先端にもいる。これ倒してきたよ、いいですね。これ味方がビーチに入ってくれている理想のパターンですよ。これ理想のパターン来ましたね、いいですね、ナイス。味方が非常に優秀ですね。セミテックスオンラインかましていく。そしていますね、ジャンピングからのセミテックスダブルキロー、超エキサイティング、いいですね。でね、今作のニュークタウンなんですけども、若干 BO2 の時のニュークタウンと比べてね、まあ見ていただけたら分かると思うんですけど、若干広いんですよね。ダブルキルかましていく、いいですね。そしてこっちにいますね、奥にいますね、やられていく、アサルトライフルにやられていく。なのでね、普通に壁走りとかもできる要素もあるんで、なかなかね、派手なかっこいいね、キルが楽しめるんじゃないかなということでやっていきたいと思うんですけども、なかなかやられてますねでね、今回スペシャリストにキネティックアーマーをつけてきたということで、キネティックアーマーなんか使いどころがよくわかんないんですけど、まあとりあえず B 地点に入るのであれば、キネティックアーマーをねパツッと発動させてから入ったろうかななんて思ってつけてきたんですけども、これがきっちと出るか強と出るかわかんないです。強ポ取られている、しっかりと決めていく。この優しさね、この優しさね、この優しいブレね、いいですね、伸びしろですね。からのリロキャンかまして、おっと手前からリトルホンダ来ましたねなのでね、今回はね、前線押し上げたいということで、スコアストリークもね、UAV を抜いて攻撃系のスコアストリークで来てみたものの、来てみたはものの、なかなか連続キルをつなげられない。ハセシン大丈夫か、おい、前線全然押せてないけど、むしろやられてるよ、敵の前線にやられているんだか、やばいんじゃないか。キネティックアーマーここで出るんだが、さあ、ビーチに大丈夫か。味方が非常に優秀、味方に助けられている。ここで腰打ち決めていく。そして後ろから来てると、フェイントで行く。おっと倒していく、切り返し、いいですね。さあ、ここで、おっと、いますか、ナイスカット味方。一回リローディン挟んでいく。来てますね、来てます、来てます、ミスターマリック来てます。全然来てないよ、僕の体はね、本当に。キネティックアーマー使ってやっていきたいけども、壁走りをかましていきたいところである。壁走りかましていく。そのままビーチ線の防衛に向かう、向かう、向かう、向かう。いすぎ。オーマイグッチョレス。これはスコアスリーク美味しいんじゃないか。これ、エルストライクまでちゃちゃつなげてよ。敵のリスポーン地点に潜り込むぞ。オーケー。いいね。あと、ちょっと待って。エルストライクまで出したよ。ちょっと慎重に行こうか。ちょ、待てよ。いますね。ちょっと一回こっちへ行くぞ。待てよ。来てますね。オーケー。いいぞ。ケルベロス、オーケー、ケルベロスまで繋いだぞ。これはでかい、これは前線欲しい、これですよ皆さん、これが、おって何してるんだい、プリティーなお尻が宙を浮いてるぜ、ははは、いただきマンボ。ちょっと待って、これまずいやつだよ、一回ビーチでちょっとさらっと抜けていこう。敵のリスポンチで殴り込むぞ、敵はびっくり、旗を取ってないのかって言わんばかりのね、俺前線欲しい、いいでしょ、エルストライク落としてもいいでしょ。ワン、ツー、スリー、オーケー、レッツゴーマン、いきましょう。ケルベロス出していく。ケルベロスなかなか強いのかわかんないですけどね、一応入れてきたんですけど、本当はセントリーガンとかね、入れたかったんですけど、まだレベルが足りていないということで、入れてこれなかったですね。今作のセントリーガン、化け物なんで、めちゃくちゃ、オーマイガー、マジか。今作のね、セントリーガンめちゃくちゃ強いんでね、ぜひ入れてきたかったんですけど、まだレベルが足りていないんですよ。これがまた辛いですね。ヘルソーム1キルですね。今作のね、エルストライクとヘルストームがなかなか弱いんでね、てかベータ版の時はめちゃくちゃ強くて、製品版になったらめちゃくちゃ弱なってるっていう、綺麗なエイム見た、今の綺麗なエイム、半端ないってこれ、いいですよ、この調子上げていく、スライディングかましていく、2階から失礼しますよ。さあ、失礼しまーす、こんにちはーす、おー、いいですね、ナイスかまって、おっと、いますね、かましていく、横腹いただき、そしてリスキルにマネキン打っていく、おっと、急ぎ、3年 B 組、金八先生、わー大丈夫ですか、いますね、いっぱいいますね、キンディカーマン使っていってもよかったんですけどね。ジャッカ、ナイス、ケルベルスいいね、ダブルキルはいいぞ、ケルベルスでいいぞ、いいぞ、このまま上げていこうか、ここでキンディカーマンも使っていくんですけど、やられていく、味方取ってくれ、ナイス、いいぞ、チームプレー、これぞチームプレーだ、セミテクスに行こう、さあ、いけ、みんな行け、いるぞ、気をつけ、いいぞ、OK、かましていく、一回リロード挟んで、すぐビーチへ行くぞ、行くぞ、大丈夫か、OK、大丈夫、落ち着け、一番焦ってるの誰だ、一番焦ってるの俺だぞ、さあ、大丈夫か、壁走りからの、いますね、倒していきますね、そして、
倒していきます。一回引こう。危ない危ない、来てる来てる、みんな来てるぞ。ナイス、いいですね。うおーうまいか、どんだけ組んねんな言うて。88対74、なかなかいいドミネーションですね。この調子上げていきましょう。ニュークタウンドミネーション、激アツですね。そこにいるんじゃないですか、味方やってくれたと信じて。俺左側の敵を倒していきたいと思いますよ。倒していく、ケールブラスですか、ナイスですね。いいですね、すごいリスキルになっていきます。ゴリゴリゴリ倒していく、ダブルキルいただきます。ポイントスタック200ポイント。さあ口のしゃべりもいいですね、今日も調子良さげですね。そういったと見せかけて、こっちから行くんですよ、こっちから行くんですよ。ハセシンはね、そうですね、ハセさんのプレイスタイルはこんなか。おお、なるほどね。最後あそこ決めたかったんですけどね、いけませんでしたね。ということで100対80、なかなかいいですね、なかなかいいプレイできてるんじゃないか。前半ちょっと死んでばっかりでしたけど、後半ね、ガリッとガリッとゴリッとね、切り返してやっていこうかなと思います。行きましょうか。さあ行くぞ。44キル16です。1ダッシュ7防衛ですか、いいですね。最後キネティックアーマーをね、ちょっとうまいこと使っていきたいですね。後半は前半うまいこと使えなかったんで、さあ行きますぞ。さあここで地点を取っていく申し訳ない、席で来てしまって。さあお味方がやられている前線で、大丈夫か大丈夫か、ここにいるんじゃないか、かましていきたいわ、かましていく、いいですね、かましていく。ラスト75ポイントここで、おっと今いたか、あーミスった、スコアストリックつなげたかった、エルストリックまで。くっそマジか、やらかしたな今な。 BC で大丈夫か、若干前線が崩れつつあるね、ここいますね、やられてますね。敵さんもなかなか強いですね、前線の方々が結構ゴシゴリゴシゴシ上げてきますね。さあフラジャ系の敵がいる、奥に敵がいます、カットしていく、そしてこのスモークの中リロードかましていく、そして伏せている敵がいる、かましていく、燃えてるハセシン、そして前線いいプレイ出た、これかっこよさげ、逃げろ逃げろ逃げろ、あまずいっすよね、それはまずいっすよ、さすがにまずいっすよね。さあ行きましょう、行きましょう、セムテックスオンライン、コンカッションオンライン、大丈夫ですか、 BCM は DCM 大丈夫ですか、守っていきますよ、任しておいてください。これが前線押し上げというものだぞ、皆さんに見せつけてあげましょう。さあ行くぜ、セムテックス、そしてコンカッション、急な入り方が違うからね。おお、いますね、強ポアドミネーションって感じですね。抑えるとこきっちり抑えててね、敵さんもなかなかいいですね。さあ行きましょうか、さあ行きますよ、はい、さあさあさあ、かわしからのジャンピングキル、かわしていくよ、かわしきれない、うおほほ、下手くそなエイムきましたね、倒しきれたと思ったんですけど全然エイム合わなかったですね。まあああいう時もありますよね、人間のあるしも完璧ではないですね。人間はね、気が緩んでいないと思っていても、まあ気が緩んでいるもんなんですよね、はい。さあ B チェーンダッシュされてんの、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、味方大丈夫なのか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 、えい、かまして、え、取られてますけど、ハセシンさん取られてますけど、 B チェーン大丈夫ですか、味方ナイス、ヘルストーム、いけ、いったり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 、ヘルストームゼロキル、ヘルストームまさかのゼロキル今回のヘルストームほんまに弱いからな、ゼロキルでもしゃあない、普通にダブルキルできたらうまい方ですかね。ヘルストーム1キルが基本となってきそうですね。今回のヘルストームはいいですね、いいですね、前線押し上げ、おっとセントリー21あるぞやばいな、これちょっとまずいな、132対112、なかなかいいドミネーション、敵さんの前線が辛い、後ろも取られてる、これまずいっすね。味方ちょっと待て、味方に旗を取りやすい環境を提供するとか言ってくせに全然できていないぞ。とりあえず俺が前線押し上げるしかなさそうや、これは一回前線押し上げる、いいですね、これぞ前線押し上げる、ちょっと気合入れていくぞ、キネティックアーマーは出てるからいざという時使っていくぞ、待てよ、かましていくからの、かましていく、いいですね、このまま上げていくよ、待てよ、シーアーオーオーマイガー60キロ、いいですね、オッケーナイス、これだよね、今俺の前線があったからこその B チェーンですよ、敵だ、味方のダッシュがね、いいですね、これぞチームプレーですよ、いいぞいいぞ、これを上げて、このまま上げていこう、これを上げていくぞ、いますねいますねいますね、一回引いてと見せかけていくぞ、あ赤く映ってるな、これまずいっすね、これまずいっすね、と見せかけてふわっと上がって倒しに行く、いいですね、奥にいますね、倒しきれない、手前にもいる、リロード挟んで行く、あー B チェーン取られてる、ちょっとあれだな、ちょっと前線のルートが外れたら B チェーン取られてしまうんで、常に B 地点では前線押し上げのルートを通ってった方が良さそうかもしれないですね。これいますね、倒していきますね、 EM ですね、そこでこっちにリスキル狙っていく、かましていく、そしてこっから来るんじゃないかと思って一回ここで待って待って待って、シックス前線3のあり、 OK、 いいですね、ヘッドショットかましていく、そしてこっちが来るんじゃないかと思うんですけども、いますね、かましていくからのナイスダブルキル、 EM してますね、これかましていくからのかましていく、つなげる、おーマイガー、お、じゃたまらなかった、たまらなかった、たまらなかった、これまずい、これまずい、これまずいっすよ、え、でも落ちてないって、ゼロキル、ゼロキルじゃねえ、ゼロハズ、ゼロハズ、おい、どうすんどうすんどうすんの、お、おーマイガー、右ストレート、左ストレート、アッパースライディング、オッケーオッケー、カメラ、うわー今焦ったな、すごい、レセック1、2、3、オッケー、行きましょう、K
ケルベロスも出していきますか。いきましょう。ヘルスはちょっと貯めておきましょうか。ナイスナイスナイス、前走も仕上げてますね。いいですね。ナイスカット、ナイスナイス。味方いいぞ、味方も非常に優秀、頼もしいですね。味方が本当に結構旗取ってくれているのでやりやすいですね。これぞ理想の形ですね。セムテックス上げていく、オッケー、いいね。セムテックスからのちょっと一発で打ってセムテックスの爆風で倒すっていうね、いいですね。計算通りですね。さあ行きましょう。コンカッションオンライン、だいぶ前線押し上げが固められてきたかなって感じですね。ナイス味方、味方も非常にいいプレー、ありがたい。いますね、そこに角にいますね。いやな、やーっと来てる。これ一回引いた方が良さそう。いくぞいくぞ、セムテックスひっつけた。あー、アシストか、味方セムテックスひっつけたけど味方ね、やりちゃいしまいましたね。ナイス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 、いいぞ、倒していくよ。ここ倒して、うっかりしっかり倒していく。ディフェンダーカット、いいですね。そして真ん中脇してるんじゃないかな、ワンチャン A 脇してるかもしれないですね。 C 取ってみてもいいんですけども、ふわっと上がって取っていきますか。ちょっと待てよ、味方に C は任せてヘルストーム使っていく来てますね、 C チェーン、 C 脇か、まずいですね。これいますね、カットしていく。そしてここで、うわー、ちょっと待って、挟まれた。あー、やらかした、迷ってしまったな、迷いが出てしまったな。197でもう勝てますね、いいですね。さあいけそうっす、いけそうっす、このままいきましょう。いいですよ、いますねいますね、いっぱいいますね。カットしていく、いいですね。 M、 いい M、 いい M 来てる、オーケー。83キル来た、これめっちゃ倒すこれぞ前線押し上げですよ皆さん。チームにね、こういう人が一人おってもいいと思うんですよ。これからのドミネーション、チームにこういう前線押し上げのプレイヤーが一人いるだけでドミネーションが変わる、全てが変わる。今後のドミネーションに期待です。ということで今回のスコアは 8783kg32 です。2ダッシュ9防衛ということで、ナイスなプレイでしたね。敵さんもね、本当に強くてなかなか苦戦したんですけども、まあね、無事勝ててよかったです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回の動画が、ね、よかったら高評価ポチッとよろしくお願いします。チャンネル登録も応援コメントもお待ちしておりますので、どちらもよろしくお願いします。ということで失礼します。